ゴッドハルト・キュールはドイツの画家である。ドイツにおける印象派の画家の初期の一人である。主にドレスデンで活動した。シュレース・ビヒ・ホルシュタイン州のリューベックで生まれた。1867年からドレスデンの美術院で学び、1870年からミュンヘン美術院で学んだ。1878年から1889年の間、 パリを拠点に修行し、イタリアやオランダを旅し巨匠たちの作品に学んだ。20世紀になる頃、同じようにパリで修行した、バンツアーと共に、ドレスデンの芸術家グループ、ドレスデン自由画家組合や、ドレスデン創造的画家組合などの設立を推進した。フランスの印象派の潮流を、ドレスデンの画家たちの中に持ち込んだ。1895年に、 ドレスデンの美術院の教授に任じられ、1896年にベルリンの国際美術展で金賞を受賞した、ドイツ画家協会の初期の理事の一人であった、画家デビッド・サイモンスンの娘と結婚し、ドレスデンで暮らした。ありがとうございます。